ートレースから短期決戦でお送りしています4日間シリーズ第6回鏡山特別予選最終2日目の熱戦もいよいよ最終カードを迎えました。執行委員長選抜 A 戦第12レースを行います。メンバーは1号艇福岡今村信孝、2号艇香川の古田祐樹、3号艇香川島田隆、4号艇東京木下陽介、5号艇静岡野永瀬正隆、6号艇徳島川田雅人、以上の6名です。枠なりの進入となりそうです。1号艇の今村信孝、今日の前半は2コースからまくりが決まりました。今日は内枠すんなりと、ここはインコースでもちろん連勝狙いです。そして2号艇の古田が2コース、3レースはしっかりと逃げました。動きは悪くありません。そして3号艇の島田が3コース、ここまで1コースと6コースから両方2着を取っています。後方引っ張って4号艇の木下、モーター25号機勝率以上はあると言います。そして5号艇の野永瀬、今日前半7レースプロペラが新しいものに変わっていますが、しっかりとしたレースでここまでオール船券絡み。そして6コースは全体的にパワー上位の15号機6号艇の川田です。進入がインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました第12レース、内側4艇の中から1番と4番がわずかに好スタート。さあ1周1マークの旋回は1号艇の今村、インから回る4号艇の木下が握ってくる、くるりと運んで2号艇の古田、その懐は6号艇の川田がまくり出して旋回も1号艇の今村堂々の押し切り。スタートは前提正常でした。速攻の1号艇の今村、そして2番手がまくった4号艇の木下、懐は6号艇の川田が迫って1周2枠、トップは1号艇の今村、2番手4号艇の木下、3番手は6号艇に対し突進は2号艇の古田です。これによって6号艇は交代しました。上がってきたのが2号艇の古田、3番手に浮上。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、トップは1号艇の今村信孝、2番手が4号艇の木下陽介、3番手は5番を回して差しの2号艇の古田です。しっかりと差しています。3番手キープ、上位体系1番4番2番です。3停止後ろに5号艇の野永瀬正隆、そして5番手が6号艇の川田、最後方3号艇の島田です。2周2マーク、1号艇今村、4号艇木下、3番手2号艇の古田の懐に5号艇の野永瀬が迫ってきます。さあワンバウンドした2号艇の古田の懐、その隙に5号艇の野永瀬が捉えてきました。5番と2番の3番手争いと変わってレースは最終周回です。さあ注目は完全に3番手争い焦点、5号艇の野永瀬が丸、2号艇の古田はちょっと遅れを取って完全に引き波の上、5号艇の野永瀬が3番手に浮上、逆転です。体型が1番4番5番と変わっています。この3連単のオッズは15倍、後方は2号艇の古田、4番手に交代し6号艇の川田が5番手、最後方が3号艇の島田隆。ラストコーナー1号艇4号艇5号艇と折り返し、第12レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番今村5塁、4番5塁、5番5塁、2番5塁、6番5塁、ラスト3番5塁です。